こんばんは。むず。人間の顔ってさ、相当難しくないですか？こんばんは。もう違う気がするもんな。人の顔ってさ描けないんだよね。てかさ、基本的に絵苦手の民だからさ。なので難しいですわね。私は絵のセンスないから。私も絵のセンスないよ。めっちゃ可愛いギフト、チュンチュンさんありがとうございます。私も絵のセンスあんましないですよ。いつもだましだましやってるけど、実はそんなにうまくない。うまく見せてるだけ。かけん。人間の顔とかかけん。どないしようかな。難しい。絵が上手い人ね、羨ましい。さえもさえも友達に絵が上手い人多いから超羨ましい。絵上手い人ってさ、めっちゃさ、なんか息を吸うように絵描くよね。さささって、あれすごいと思う。もうね、ボツの匂いがしてきたよ。プンプンと。ダメだな、似顔絵ってどうやって描いたらいいんだろう。似顔絵ってどうやって描くんだろうな。難しくない？似顔絵って。似顔絵、鬼むずいんやが。あはん。あはん。あー、かわいい、ありがとうございます。助けてほしい。こんばんは、こんばんは。いやー、髪の毛難しいな。髪の毛とかだけじゃないんだけどさ。
ピエン、こんばんは。難しくない？難しい。あ、でもこういう感じない？ちょっとペンで書いてみよう。似顔絵難しすぎる説。あ、でもそこそこ似てるかもしれない。ちょっと、もうちょっと大きめで描いてみようかな。大きめで描くのが難しいんだよな。初見さん、はじめまして。ありがとう、初見さんありがとう。今ね、にお絵描きをしてるんですけど、そう、似顔絵を描かなきゃいけなくって、もう超大苦戦しているところですね。なんかもう輪郭から違うんだよな。こうか？違うな。こんな感じか？こんなもんだな。輪郭と髪型大事ですね。なんなら輪郭と髪型に似てたら結構に似てるなって思うじゃないですか、人間って。人間ってそういうもんじゃないですか。こんばんは。こんな感じか。ああ、こんな感じじゃないか。こんな感じな気がしてきた。でもさ、あれ、前髪とかで描けない。前髪が一番描けない。前髪って難しくないですか？前髪ってどうやって描くんだろう。こんな感じになっちゃうよな。あと眉毛を左右対称に描けない。あ、難しい。
さっきの似顔絵を参考に。でもこんなもんじゃないか。こんな感じじゃない？ちょっと似てるかもしれない。分からなくなっちゃった書けば書くほど分からなくなっちゃった。書けば書くほど分からない。あー、線がガタってなっちゃった。え、むず。顔って顔むず。どうしたらいいんだろう、こっから。頑張った頑張ったで済まそうとしてる。こんばんは。こっからどうしたらいいんだろう。眉毛と前髪を共存させるにはどうしたらいいんだろうね。眉毛と前髪を共存させるにはどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう、これ。難しくなっちゃった急に。ビエンビエン。難しい難しい。共存のさせ方が全くわからない。でもまあまあ似てるかもしれんな。これで消しゴムで線を消せばいいんだ。はいはい。消しゴムは方言。こんばんは。
消しゴムは皆さん方言ですよ。消しゴムが正解ですよ。みんなならわかるけど、長野県の人は消しゴムって言います。でもまあ似てるかといったらちょっと点数は低いけど、可愛いかといったら点数高いから許されるでしょきっとね。だから許されると思ってる。でもこれでさ、鉛筆の線を全部消してさ、めっちゃ変だったら悲しいよね。ペンだけにしたら変でしたみたいな、一番切ないやつ。あるあるなんだけど一番切ないやつ。これ見て、それが小学校1年生の時に使ってた消しゴム、まだ残ってた。まだ残ってんの。いつも使ってる。これやばくない？小学校1年ってさ、6歳だよ。13年前なんですけど、物持ちがいいとかいうレベルじゃないんだけど、消しゴムに関してはひらがなで名前シール貼ってある。高いさやか、物持ちがいいとかいうレベルじゃないんだけど、消しカスを移動して、あ、でもちょっと可愛いかもしれん。まあちょっとここでは完成品見せないんですけど、明日の G8 をね、今配信を見てくださって、さやの似顔絵が気になる方は見てくだされば答え合わせがされるんじゃないかなと思います。あ、これいいじゃん。いいよいいよ、かわいい。もうちょっとお目目クリンチさせよう。あ、かわいい。キャータンできた。あっという間にできた。意外と。こんばんは。いいですね。これはいいぞ。え、結構いいかもしれん。自分でどんどんハードル上げてる気もするけど。書いちゃった。それがマッキーで仕事をすると絶対に1回はやるやつ。でお話し会の時マジ手真っ黒になってんだけど、お話し会っていうかさ、握手会の時もそうだけどさ、サイン書く機会がある時さ、いつもさ手真っ黒にしてるよね。さやちゃんあるある、いつもやっちゃうんだよな。こんな感じで歌の G8 お楽しみに。もう15分のテロップって出た？全然気にしてなかった。それ何時から始めたんだろう、果たして。なんで覚えてなかったけど、だいぶ前に出た。嘘、全然気づかなかった。お絵かきに夢中間になったね。まあ今日はそんな長くやらない予定ですけどね。
じゃあ30分くらい経ったら終わりにしますか。もうすぐで22分の配信ってことは9分からやってるってこと。39分ぐらいに終わりにしますかね。こんばんは。40分ぐらいにじゃあ終わりにするという方針で行かせていただこうかしらね。結構いい気がする。結構いい気がしている。うまくはないけど、うまくはないけどあ、そう、今日このトレーナーギャップです。ギャップの服、色付けはどうしよう。でもしない方が可愛い感じするんだよね。したらなんか大ゴケしそうな感じしてるよ。さやは今でも色つけないで手抜き止まれるのも嫌だなっていう狭間そう、そんな気持ちです。こんばんは。色塗ると失敗するときある。え、めっちゃある。うわー、塗んなきゃよかったって絶対やる気がする。そんな未来がもう見える。ちょっと全く同じものを描いといて色を塗ってもう大丈夫なのかを確認するっていう手もあるよね。でも全く同じものが描けないのが人間っていうのでもある。どこだこれ、どこの線なんだ。こんばんは。思ってた眉毛じゃなくなっちゃった。あ、いい感じになった。あ、でもこんな感じ、こんな感じ。ほぼうり二つでできた。それで一旦で色塗りの練習をして色を塗っていいかを確認すると手間を惜しまない。口が違うな、なんか。あ、かわいい。え、かわいいんだけど。結構お気に入りだ。こんばんは。さて、似顔絵も描けたところで、明日の授業って楽しいみたいな。13時から皆さんよろしくお願いします。ショールームで。
よろしくお願いします。土曜日ねえ、 MC 誰になるかだ、なんかどういう台本なのかめっちゃ楽しみ。まだ何も詳細がわからない、時間しか知らない、時間と誰がやってるかしか知らんからめっちゃ楽しみにしてる。そう、みんなと同じ情報しかさえも知らないからね。ワクワク。そんな感じでそうそうランキングを読んで終わりにしようかなと思います。ランキングを読むぞ。13位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。10位みなこさんありがとうございます。11位佐藤ちゃんありがとうございます。9位ともっちさんありがとうございます。8位おめいらさんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。6位わさっぴさんありがとうございます。5位ケロンさんありがとうございます。4位台湾ゆらあらしさんありがとうございます。3位アンディさんありがとうございます。2位やつさんありがとうございます。そして1位はチュンチュンさんありがとうございます。イエーイ。ということで明日は G8、 皆さんよろしくお願いします。ちょっと早く寝ます。今日も今日はなんかそう疲れちゃったのでシンプルに早く寝ようと思います。皆さんも早く寝ましょう。ではおやすみなさい。バイバーイ。早く寝るんだよ、明日休みだからって。夜更かししちゃダメだよ、早く寝るんだよ。わかった？わかった？じゃあねー、バイバーイ。